どうも横浜 DeNA ベイスターズスタジアム DJ の山田幹俊ミッキーです。今日はよろしくお願いいたします。さあ今回ですけれども、なんと令和ロマンのお二人から重大発表があるということでお越しいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。令和ロマンです。令和ロマンの高平くるまです。松井ひもりです。この度ですね、はい、我々令和ロマンが、はい、今年の交流戦応援隊長に決まりました。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。無料嬉しいですね。声出てますね。いや出ますよ声ぐらいは。ね、納得がいっていないと。うるせえ。なんで私なんで小さくさん強くいくんだよ。うるせえんだよ。車はまだわかる、はい、おい伊藤、お前まだベイスターズファンで名乗っちゃダメだよ。早すぎるお前。見ろガゼルマンだよ。ガゼルマンもういねえよガゼルマン。今回は応援隊長3組の中から対決で選んでいくということになっております。まだ決まってないってことですね。まだ決まってないですね。大丈夫ですよね、はい、この後もしっかりと対決で盛り上げてください。対決あるね、はい、対決で応援隊長を決めていきます。よろしくお願いします。交流戦シリーズ2024応援隊長決定戦米1グランプリ。さあ改めて今回はベイスターズを愛する3組の皆さんにお越しいただきました。はい、もう愛してますよ。愛してますということでですね、まずはルール説明させていただきます。これからですね、皆さんにはベイスターズにまつわる3本勝負で対決をしていただきます。それぞれ勝利するごとにポイントが加算され、最終的に一番ポイントが高かったコンビが優勝。そして優勝コンビは交流戦シリーズ2024の応援隊長に決定となります。なるほど。そして実際に試合のイベントなどにも、うん、この交流戦シリーズ2024で参加していただくということになっております。はい、皆さん自信のほどはいかがでしょうか。全然ありますし、はい、本当に俺らが応援隊長になってもベイスターズは後悔しないんですか。いやいや、まあ、そういうことは何、伊藤が言うなら分かる、ま、畑中が喋ってる。多分なんですけど、畑中はオープニング始まってからまだ喋ってなかったからとりあえず喋ってる。我々は応援あの隊長ちょっとやってますか。今年、はい、交流戦応援隊長やらせてもらって、ね、で去年もあの始球式やったな。広島の上本さんにデッドボール、はい、ダメだよ始球式で権力削るために。いや違う違う、あれ本気です。あれ普通に思いっきりエイって投げたらエイって当たっちゃって、はい、まあまあ速球を当てちゃってでしょ。あの後の僕の顔を見てもらえれば分かるんですけど、真っ白になってました。めっちゃ面白かった。ファンなら答えられるベイスターズクイズ、ベイキューのコーナーです。ベイキューじゃい。ベイキューベイキュー、はい、初めて聞いたベイキュー。ファンならきっと答えられるベイスターズにまつわるクイズを出題します。正解数に応じて1ポイントずつ加算されますので、ぜひ頑張ってください。それでは早速第1問参りましょう。まずはベイキュー第1問、こちらです。昨年9月25日にハマスタで行われた巨人戦、宮崎敏郎選手が〇〇を達成し話題になりました。さあ、〇〇とは何でしょうか。お、早い。牛丼大盛り3杯違います。ごめんなさい、0.2 秒で違いますって言ってあげてください。ちょっと今の山田さんが悪いし、いたぶらないで、ただすぐ打ってあげてください。お願いします。二度とあんな怖い魔を使わないでください。お願いします。以後気をつけます。はい、4等。ホームシール。4等。あれ4等聞いたことある。3等まで聞いたことある。4等。4等。ホームシールのことを4等って言うタイプ。4等のシール。惜しい。でもそのぐらいすごいこと。惜しいというかもうその中だね。外野からストライク投げた。レーザービームで。レーザービームで。はいはいはい。外野じゃないです。盗塁。お、正解です。おい当てたぞこれ。正解です。やば、どういうこと。変なタイミングで当てた。正解ですが、ありがとうございます。1ポイントゲットです。ありがとうございます。宮崎選手、プロ初盗塁を達成した
プロ11年目34歳で盗塁がゼロだったんですね。その宮崎選手が盗塁を決めたことで大きな話題となりました。4投 0.5 ポイントぐらいだから、まあ、ほぼ正解になるけど4投2投だったね。2塁2って、はい、ちなみに通算1075試合目の出場で初盗塁は最も遅い記録だ。ということで続いての問題いきましょう、はいはい、今年プロ野球殿堂入りを果たしたベイスターズのレジェンド谷繁元信さんの YouTube チャンネルの名前は何でしょうか。分かった方からボタンを押してください。はい、タニキンチャンネル。違う、ピシカキンみたいなやめろな。タニキンじゃない、タニキンゲームズ。いや違う、タニキンがタニキンじゃない。あの多分全国の牡蠣を食べ比べるチャンネルで谷繁オイスターズ。ベイスターじゃなくて、もうこれにして、これにして。めっちゃいいですけど使います。問題です。谷繁の方程式古な方程式だったね。みんなポカーってなってる。あれ好きな人じゃないと分からない。意図的なボケはやりづらい。谷繁の人生谷あり、茂あり。茂ありじゃない。じゃあ次がもう最後にしましょう。ヒント、ヒント。本当ヒントが。どこまでちょっと。まあ、谷繁さんは、はい、もちろん野球選手、はい、監督もされてました。はい、ですから、やっぱその野球というかそういうの。あ、え、谷繁ベースボール。あだから、もっとか。もっしいですね。なんだ、谷繁ベースボールみたいな。もう、お谷繁ボーイ、谷繁ベースボールチャンネル。正解です。違います、ごめんなさい、押してなかったです。向こうにしてください。ベースボールチャンネル正解です。よし、やった。いやいやいや、これが谷繁ベースボールって言ったらからのぐらい言ってくれ。確かに、なんかの人生谷あり、茂ありめっちゃ良かった。採用してほしい。茂ありって何だろう。もしこれ谷繁さんが良かったら変えてもらおう。ポイントあげたいくらいです。まあ今回は茂声のお二人が、はい、やった。じゃあ令和ロマンピンチなんだよ。やばいよ、やばいよ、やばいよ、やばいよ。さあ続いてですが、迷宮なんと次が最終問題になってます。やばいやばい。これから一曲お聴きいただきます、はい、ベイスターズファンの方ならみんなが知ってるような曲ですね、はい、その歌詞の一部分が隠れてますので、なるほど、こう聴いていただいてそちら確認していただきたいと思います。どこが隠れてるか、はい、なるほど。それでは音楽こちらです、はい、どうぞ。栄光へ届く虹を描き出す。何だっけな、何て言ったら栄光を描き出す。はい、ということで、あれ隠れてましたね。描き出すの後の歌詞をお答えいただきます。まずは令和ロマンの煙さんからです。ミュージックスタート。栄光へ届く虹を描き出す。こち亀の同人誌。こち亀の同人誌。すごい。レイコと中川。違います。まだ分かんないです。まだ分かんない。正解とは言わない。続いて、はい、畑中さん、はい、お願いいたします。はい、いやいや、ベイスターに関係することでしょ、絶対。いや、そうかな。おぉ。さあ、それでは畑中さん、準備はよろしいでしょうか。はい。それではオズワルドの畑中さんです。ミュージックスタート。栄光へ届く虹を描き出す。石田九郎のセーフティーバントこっから始まる。アーチを描く。石田九郎のセーフティーから始まるんですよ、やっぱベイスターズは。懐かしい時代のベイスターズのファン。その時代はちょっと知ってます。英語で。それでは最後、はい、森越トマホークの酒井さん、ミュージックスタート。栄光へ届く虹を描き出す。スターマン、あんま人気ない。いや、ある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 。やめろ、お前。てか、なんちゅうことだね。スターマン人気なんだよ。スターマンは人気だよ。ホッシーでしょ、あんま人気ない。ホッシーが人気なかったんで、スターマンに変わってからめっちゃ人気あるから。ごめん、ごめんじゃねえ。ここでですね、正解発表まいります、はい、正解はこちらの方に歌っていただきたいと思います。え、うん、お願いします。えぇ、ー、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 えぇ
分かる。でも知ってる。知ってる。はい。いチームワークでした。谷重さんに正解を歌っていただきました。ありがとうございます。いやいや、あのね、正解する気全くないから。いや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 、3組とも。いやいやいや、俺2番歌っちゃいました。いやいやいや、2番も違います。いや、なんで歌で呼んだんですか。こんなすごい人を歌で呼んでるんです。いやいや、なんかちょうどぴったりか。谷あり茂ありチャンネル。ちょっと聞いてたけど、おー、なるほどな。あ、そうね、あげますね。セカンドバトルはベイスターズ超大喜利バトルです。お、超大喜利バトル。はい、これからベイスターズにまつわる大喜利のお題にお答えいただきます。はい、一番面白かった回答を谷重さんに選んでもらいます。大喜利自信は皆さんいかがですか。ありません。あんま声を大にして言うなお前な。最初のお題です。お題を発表します。新発売の令和選手名鑑で渡来隆起選手のあるプロフィールが令和すぎると話題になりました。さて、何と書かれていたでしょうか。思いついた方から書いていただいて挙手をお願いいたします。プロフィール令和すぎる。令和すぎる。さあ、はい、すみません、いきますよ。令和ですか。あ、令和生まれだ。令和生まれだ。令和生まれだ。ちょっと面白いけどな。よし、よし、よし、入りました。 QR コードが入ってある。これある。あ、やばい。顔写真みんな貼られてるんですけど、はい、あの横浜ベイスターズのチームだけぜひ、あの番長みたいにリーゼントになってる。続いてのお題参りましょう。ベイスターズの選手が MC となった冠番組がスタート、はい、そのタイトルとは何でしょうか。はい、はい、さん、早く、はい、行きましょう。マリノスの試合を中継するサッカー番組ですね。マーキシュートですね。谷重さん。おい、お前も圧じゃねえ。伊能の台車で爆走 TV。 めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。どういうこと。伊能選手が台車で、事故っちゃって台車で、そんなことあった。めちゃくちゃな気がする。権藤博士のチャリ旅。まあ、あのプロデビューが今いない選手ばっかりなんで。ちょっと一個思ったんですけど、そのクイズより大喜利が盛り上がらない芸人。ベイスターズがどうだったんですか。大喜利が苦手ですね。とにかく汗が止まらないです。最後はですね、うん、今までとはちょっと違います。写真で一言になります。なるほど、なるほどね。はい、お題はこちらの写真です。どうぞ。はい、伊藤さん、写真で一言お願いします。中日ドラゴンズ。なんだよ。さあ、続いて酒井さん、行きましょう。写真で一言。ちょっとマキー刈り上げすぎじゃない。これは俺絶対いじると思った。続いて車さん、行きましょう。写真で一言お願いします。戸柱さんの弱みを完全に握りました。ジェシトリ一緒にやってましたけどね。さすが詳しいよね。詳しいですね。それでは金ちゃんさん、写真で一言お願いします。鈴木孝則さん、どこ見てんの。後ろで全然興味ないです。まあね、なんでみんなちょっとおねえくしょうね。カニシゲさん、今のは OK ですね。車さんで最後にしましょう。車さん、最後写真で一言お願いします。でも、こういう時期だったな。ヤマトさんの心の声。松尾選手じゃなくて、ヤマトさんの心の声。ヤマトさんのベテランですからね。あ、そうだね。ありだね。ということで、最後はありで閉まりましたけれども。ちょっと待ってください。はい、今、ヤマトの、ヤマトさんの心の声やったじゃないですか。はい、そしたら伊藤が、9番の人って誰ですか。違う違う違う。あら。確かに、ここつけてたから。
ここつ…違う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 俺はすっぴんのヤマトしか知らないからここつけてるからわかるアイプライヤーつけてるアイプライヤーのほうメイクみたいに言うなよこれもほぼすっぴんだから大喜利バトルは以上となります。一番面白かった回答をにゃーとかああバブーやたら残ってるバブー待ってくれってじゃあもっと笑ったらどうなんですか。あとはこの写真を見てのあれでマキを言ったんだから あ, 僕あれは誰かが絶対言うかなと思った。中井さんと栗本さんどちらに住むのかこっちかな。ああバブーが言ったなぜか全員同点になったこれで、ま、これ同点だ。ほらほらもしかして面白くしようとしてくれてそれぞれいろいろ考えてる感じがしてこれがタチスケマジックの最後の対決ラストバトルは交流戦企画王決定戦です。おお、まあ、今回一番大事、はい、一番大事交流戦を、ね、盛り上げる隊長を決めるということで、うん、交流戦企画王決定戦でございます、はいはい、交流戦応援隊長としてそれぞれのコンビがベイスターズと交流戦でどんなことをすれば盛り上がるのかを考えていただくと。なるほど、ということになっております。そしていい、ね、一番良かった案を出したコンビには、うん、最終問題ということで100ポイント。意味ない意味ない急に言わないでやめなさいね。1で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 1コンビがね、はいはいはい、勝ちということになっております、はい、クリップに書いて挙手して答えください。交流戦を盛り上げるべくちゃんといいやつの方がいいのかな企画を考えてください、はいまあ、谷繁さんにねこの、まあ、企画もジャッジしていただくということで、はいはい、お煙さん、はい、手上がりました。交流戦盛り上げる企画、はい、発表お願いします。流行ってるやつの略言った方がいいと思うんでふんどしの男たちによるたぬきダンス。たぬきダンス。逆すぎる。たぬきダンスよね。どうしようか、たぬきダンス。できるんだったら面白い。やってもいいよ。できるんだったら。酒井さん、行きましょうか。はい、お客さん全員リーゼントで。あーリーゼントね。女性はもうかぶり物で、リーゼントで。はいはい、続いて伊藤さん、お願いします。交流戦の企画。プロのピッチャーの方の、 その球速みたいなのを味わってみたいけど、うん、本当の球だと危険だから、うん、キャッチャーのところに座ってピッチャーのところから東がマシュマロを口に入れてくれる長いところで あ、大喜利終わったのか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 聞いたことないの今までのプレイスタイルの血が全部抜けたんで一番畑中の声何起こっても飲まないでは行きましょうか、畑中さん、交流戦の企画を発表お願いします。肉をこう一周ベースランニングでして、最後こうしゃぶしゃぶするしゃぶしゃぶベースランニング。おお、大喜利もう終わったんだよ。怖い、まあ、なんかガシャガシャガシャって体が大きいから怖いですよ。まあまあ、まあ、はい、まあ、あと斬新ですね。そうなんだよ。酒井さん、いいですか。はい、発表お願いします。これイニング間で全あの9回やってほしいんですけど、はい、私マキより老けてますね。ちょっと前にさマキのそっくりさんありましたね。あれだよね。あれ去年交流戦でやってたよね。で本当に似てる人いっぱい集まってたよ。で SNS とかでめっちゃ話題になったからいい線いってる。ありがとう。交流戦企画伊藤さんお願いします。はい、こう売り子の子たちを集めてアイドル化計画。マジでこれはありだ。今何でもそういうの流行るじゃないですか。その子たちに歌って CD も出してぐらいだったらもうめちゃくちゃ人気になるじゃないですか。人気の方とかいらっしゃいますね。そうですね。おのののかとかね、それ出てたら、ね、さあ終了でございます。はい、はい、そうだ。それではこの時間谷繁さんに一番面白かったコンビを何何なんか最後だけいいっすね。最後に出すやつじゃないの。それでは最後、はい、いやちょっと酒井さん何ですか。どうした、はい、何ですか、はい、滑り込みで出してください、はい、交流戦企画出したいいよそれが何なんだよ。それが何なんだよ。何なんですか。それ以降みんなデスターシャンやるだけかな。改めて谷繁さん一番面白かったコンビを発表してください、うん、お願いします。
あの本当に、ね、興味のある、はい、その企画、うん、結構あったんですよ、はいはい、あの例えば売り子の、ね、アイドルとか、はい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 、日本ハムに習ってあ、タヌキダンス、あれマジよさそうだな、ふんどし男のタヌキダンス、ちょっとふんどしはどうかなと思ったんだけど、男でね、そういうね、いろいろね、なんかこう見たいなっていう企画が、数多くあったんですが、はい、今回はですね、はい、いいでしょうか、はい、じゃあ、令和ロマンで、あれやった、よっしゃ、よっしゃ、ということで、はい、令和ロマンのお二人が決定でございます。決まってたんじゃないですか、決まってたんじゃないですか、オープニングで就任しましたって言ったでしょ、俺ら大喜利で肝冷やしたと思ってた、本当だよ、冷や飲んじゃねえかよ、勝ちれたの単身だけ選んでくれたんですよ、はい、ありがとうございます、せめて交流戦の企画だけ何か採用してください、1個だけやってください、ベースランニングしゃぶしゃぶだけやる、それだけやつ、改めて交流戦シリーズ2024応援隊長決定戦 B1 グランプリ優勝に輝いたのは令和ロマンさんです、よっしゃ、お願いします、お願いします、ということで今年の交流戦の応援隊長は令和ロマンのお二人ですけれども、はい、いかがでしょうか、車さん、うん、気持ちの方は、いや、そうですね、あの一時はどうなることかと思いましたけども、はい、無事になってよかったですいや、本当煙が突然、あの今日なんかの、はい、なんかこの1年に一度しかないぐらいあのボケを連発にしすぎて今日多かったね、すごい突然なんか大量の回答してしまって、はい、大丈夫なのかなって、はい、かといってこいつがちゃんと突っ込んでるのもあんま見たことないどっちもやってない、一応覚醒してたんでね、それが良かったと思います、気持ちまででいいと、はいはいはい、惜しくも敗れてしまった2組ということになりますけれども、うん、伊藤さんいかがですか、ないよ言うことなんて敗れてるこの部屋に入れたことが嬉しかったですね、最高の部屋、なかなかね、鬼越のお二人は、いやでも、僕らもね、これですね、応援隊長おととしやらせてもらいましたし、うん、でまあ、伊藤もまだもうちょっと、はい、ね、ベイスターズ勉強しなきゃいけないし、ね、で、レアロマン今も優勝したし、あのベイスターズさんの考えは間違ってないと思います確かに、はい、確かに、はい、あとですね、もう一つここで発表があります、優勝した令和ロマンのお二人には、はい、ハマスタで行われる交流戦で応援隊長として、はい、うん、セレモニアルピッチに、セレモニアル、始球式、始球式、始球式ですね、うわ、やった、ありがとうございます、応じていただきます、当てんなよ、当てんなよ、押すなよみたいな、また当てたら吉本が悪いってなる、それでは皆さん、交流戦シリーズは5月28日よりスタートいたします、各試合先着2万名にこちらの V サイン T シャツを配布いたします、すごい、交流戦連覇をテーマに V2 を意識したポーズやピースサインをした選手たちがプリントされております、他にも様々な企画ご用意しておりますので、ぜひハマスタに足を運んでください、そしてここまで動画を見ていただいた方に選手のサイン入り V サイン T シャツを抽選で5名様にプレゼントいたします、嬉しい、サインも入ったものですね、はい、ということで応援隊長の令和ロマンさんから発表されるキーワードをご確認して X にハッシュタグとともに投稿をお願いいたします、それでは令和ロマンのお二人、プレゼントのキーワードの発表いただけますでしょうか、キーワードは、カニアリシゲアリあーいいねいいねいいね、カニシゲさんのカニとシゲアリ、はい、漢字でね、漢字谷でアリでシゲいずれ、はい、のサブチャンネルシゲ、シゲ、シゲちょっと難しいシゲの字むずいよシゲ難しいよ、シゲさんの字を使う、はい、ということで、皆さん、ハッシュタグ谷ありシゲありで皆さん、X で投稿よろしくお願いいたしますそれでは最後に、はい、応援隊長の令和ロマンのお二人に一言締めていただきたいと思います、はいはい、それではお願いします、僕たちが応援隊長になったからには、うん、交流戦全勝で優勝してみせます、頑張ります、何をということで今回応援隊長決定戦名場グランプリお届けいたしました、皆さんありがとうございました、ありがとうございました。